父さんに紹介してもらった仕事だから、和夫さんも頑張ろうって無理してたんじゃないかなって。しばらくは失業保険。焦ることはないですよ。人生はあなたの年ではまだ始まったばかりも同然ですから。ね、今日はもうやめといたら。一日休んだら振り出しに戻るんだ。本当狂ったように走ってるんだ。狂わないように走ってるんだよ。甘いよ。東京行って大学まで出てアルバイトみたいな仕事でいいのか。僕は自分の子供には僕みたいな人間になってほしくない。なんでこうなっちゃったんだろうね、私たち。今までのことを考えてました。僕が純子にしたこと、純子が僕のためにしてくれてたこと。